わざと逃がしたんじゃないのか。お前の娘本当に信用できるんだろうな。あ、もちろんです。西島の件はすでに次の手を打ってあります。もしもし、樋口だ。潜入捜査官の金山です。駿君に正体がバレました。無事なのか。はい、これから警視庁に向かいます。急げ、早く警察の身分を取り戻すんだ。金山。もしもし。もしもし、管理官。もしもし、もしもし。이렇게 갑자기 병원을 바꾸다니 왜 그래? 굉장히 좋은 병원이야. 소개시켜준 거란 말이야. 누가? 빨리 들어가자. 춥다. 윤희야. 아빠! 보고 싶었어요. 보고 싶었어요. 아빠도 보고 싶었다. 이제 다 컸구나. 예뻐졌네. 그동안 어떻게 지내셨어요? 쌩코한테 잡혀서 어떡하게 당하셨어요? 이젠 괜찮다. 거쳐나해서 정말 미안하구나. 자, 이쪽이야. 자. 10년만에 만들어 요리야. 너무 맛있겠다. 정원하면 전마루 제대로 된 요리 아빠 만들어줄게. 아니에요. 역시 아빠 요리가 최고야. 언니하고는 비교가 안 된다니까. 윤희, 너 다시는 안 만들어준다. 아, 유나는 여전히 무섭네. 맞아요. 점점 더 세진다니까요. 용의자와 쉔쿠의 構成員である 西島翔 32歳で 殺害に使用された拳銃が 西島容疑者の自宅マンションから発見されました。 殺害現場となった西島容疑者のマンション室内には 争った形跡があり、 捜査本部では 2人の関係性を調べるとともに、 西島容疑者にさらなる余罪があるものとみて 捜査を進めています。 警視庁では捜査本部を設置し、全国に指名手配。もしもし、匠。アギラ、ヒデどうした？具合は？うん、大丈夫、順調に回復してる。それより、それより、あんた指名手配されたの知ってる？繰り返します。指名手配。警視庁の管理官、樋口管理官殺害容疑。ねえ、なんと無事証明しないと。もしもし、匠、聞いてんの？もしもし。俺が警察官だっていう証明は伊崎さんのパソコンの中にしかない。至急探し出してくれ。俺はユナを必ずユニと接触するはずだ。生きてたとは。もう一度殺す楽しみができたな。일전에무례를범한거용서해주십시오。오늘은부상당한몸을이끌고
새로운 센크의 대부께 인사를 올리러 왔습니다. 레빈. 뭘? 진짜 N입니다. 유나, 誰も信じないと決めていたのに君だけを信じた。俺は本当に間違っていたのか。君の全てが嘘だったとはどうしても思えない。最後の夜、君は必死に俺を真空から遠ざけようとしていた。君は俺を守ろうとしたんじゃないのか。君を助けたい。話してくれ。シェイ君が何をしようとしてるのか。私が守りたかったのは線香、あなたではない。どうして泣く？오지 말아요. 윤희를 만나지 말아요. 윤희와 시라나에 와타시도
오또산과 생크또 실하나에 오네갈 윤이니와 실하랬다꾸나에노 오네갈 부탁할게요 오네갈 윤이오 기죽게나이데 わかった 약속하루께 약속하루께